武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学の医学部医学科の入試について話していきたいと思います。それ以外の学部学科に関してはまた別の動画となっておりますので、医学部医学科以外を志望の方はそちらの動画をご覧になってください。まず福井大学、ですが、国立、医学部となっており、やはりセンターの点数はかなり、高く取る必要があります。で、8割後半ですね。で、できれば9割が目標となって、おります。で、そんな福井大学の医学部医学科ですが、問題の難易度そのものはやはりその地方の、国公立となりますので、宮廷などの医学部と比べてもめちゃめちゃ難しいという問題が、出るわけではないですが、ただとはいってもその分高得点が必要だったりなど、各科目に特徴がありますので、要はそれぞれの科目の勉強法、英語、数学、物理、化学、生物、自分が見たい科目を選択してください。